ですから主導権というのはあの警視庁サイドがあってうん、うん、で奈良県警はとにかく人出しをしてっていうねやっぱりこのスケジュールが変わった変更になったっていうのも、はいまあ、それが言い訳には絶対ならないけれどもやっぱり一つですね えちょっと偶然がこの今回ね悲惨な事件が起こってしまう偶然の一つなのかなと思いますねなんかちらちらネットニュースなんかで出てきてますけども、まあ、前日に岡山に犯人が行ったということですよね。どうやら供述ではや他でもやろうとしたけどもなかなかできなくってでここでできたということはやっぱその警備体制あこれならいけるって思わせる瞬間があったんじゃないかなと思うんですよ。はいえー えでもしここでだめだったら次、河原町に行く、あそれでもだめだと、うん、でやっているうちにです、ねまあ、そもそも特定の宗教の,、ね、その恨みがあってそのトップを狙っているんだと言って爆発物とか作ってそれでもできなかったと、うん、そして安倍さんに狙って何度もやろうとしたけどできなかったじゃあなぜ今回ならではできたのか、うん、で結局あの、えー、動画を見てると後ろに立っているときに右、左ちょ,ろちょろちょろちょろ見ているじゃないですか、うん、こういうふうに車の切れ目を見ていたんだと思うんですよね。はいうん、そしてあ車が 切れたというときにスーッと近づいていって犯行に及んだ。 えですから、普通、渡れないほどさっき VTR 通ってましたよねだから多分警護の側もまさか後ろから来ないだろうという前提があったと思うんですよ、うん、油断ですか、ね、油断ですよだから後ろも群衆がいればもう360度も張り付いてやらなきゃいけないかもしれない、うん、でも車通ったらまさか人が来ないと思う、うん、えだからまあ来ない、まあ、一応うし、後ろをウォッチしている人が当ら2人ぐらいいたような説明を聞きましたけども確かに動画を見ていると後ろを見ている人いるんですよ。でもこう 容疑者が渡ってきて近づいてきてるのを全然見てなくて、バーンって発砲音が聞こえて初めて全員。あの、異常に気づくというですね。うん、だからやっぱりこれは警備の穴と言いますか。あの、抜け落ちてたところがあったはずなんですよね。うんえー、ですから、この、あれほどですね。バスのロータリー、しかも道を渡って近づいてくる人がいるって、はい、それだけでも不審者もいいとこですから。うん、これ普通考えたら。 止めなななきゃゃいいいけんんじゃないかと思うんですよね、うん、やっぱりここが一番の穴だったんじゃないかと思いますけどいやまさにそのとおりですよね。うん、だから本来だったらねやっぱりその奈良だって奈良県といえばうん、うん、え皇室のこの手の行事が多いところ。そうです,そうですあのうねび御漁もありますし橿原、うん、神宮もありますから、うん、皇族方の、えー、来県は多いですよ、うん、奈良県は。 だからそういった点でいうとそんなに警備に、ねはい、なんかこうですようんですよよ、ね、ででねも私に言わせたら、うん、こんな程度の警備で皇族を守ってたのかと思うとぞっ、うん、としますよね、うんうん、あんな不審者が近づいて、ねうんでこっちは来ないだろうみたいな感じでよそを見てたって話になっちゃったら、うん、いやこれじゃ皇族方安心して奈良に行っていただくって思えなくなってしまいますね。うん、だから、ね、そういう警備っていうのは 起こることを前提に警備をするわけなんだけども、はいはい、それがここまでね大きなミスをするかなっていうのが一つ目の大きな謎なんですが、うんはい、続いてねはい、はい、謎っていくつかあってですね。あ不可解な点が 手製の銃の銃謎とというこ犯行はい、はいまあ、に及んだ銃がもういかにも手作り手作り感満載のね、うん、ものでしたけれどもどんなふうにご覧になりましたか、えーいやあのー、手製の銃でそもそも命中させることができたのかというところなんですけどもうん、うん、手作り感満載といったように、はい、鉄パイプを2つねつな、えー、げてうん、うん、でこれがどういう構造の銃だったのかというとうん、うん、いわゆる僕は簡単に言って言えばしまえばひなわ銃タイプといったんですね。あ 橋の船と、はい、発射口からですね火薬を入れて、うん、で弾を6発ぐらい入れてもう種子島のレベル一番最初のね最初ので鉄砲伝来の、うん、もう鉄砲の原型ですね、えー、そのスタイルということですかで着火自体は電,子式電気式だったようなんですけれどもうん、うん、ただね 私もいろいろと裏社会、闇社会、取材が多いじゃないですかそうすると、水造銃いわゆる手作り銃の一種であ造水増銃大体手作り銃というのは水造銃なんですがというのは信頼性が低いからプロはつかないんですよ、本当は。暴発すると自分が怪我したりとか指が飛んじゃうような。指が飛ぶということもあって危険性がある飛ばない。 あるいは飛んでも、まっすぐ飛んでいかない、うん、当てることができないということで。よくかつてね、フィリピン製の、その密度重なんてのは、出回ったんですが。はあはい、危なくて使えたもんじゃないっていうのがまあ、その業界ではですね、よく言われたところなんですね。じゃあプロはちゃんとしたものを揃えると。いう、うん、ことですよね。ねで、その密度重をなぜ使ったのかが一点と、うんはい、もう一つ先ほどのね、あのー。 なんて当時のです、ねえーまあ、場所を見ていただいて分かる通りですね大体3メートルから5メートル離れてるんだけどもうん、うん、銃器ってあるいは拳銃あるいは銃ってうん、うん、ちょっとずれただけでも下自分の足元を撃ってしまったりしっかり腰だめをして撃っていかないとですね でしかも安倍さん、50センチとはいえ高いところに立っているしかも背が高い人ですからねですから上に向かって打つとですねかなりです、ね、重機の扱いに慣れていて、うん、しっかり打たないとこううなってしまうんですよあ頭直撃顔顔,顔面直撃とかということですかだから相当、重機の扱いに慣れてるなとそうすると、ね、よく当初言われたように、うんえー、どうでしょうね あの海上自衛隊出身というところがあるからはい、はい、その辺をに合わせて銃、ね、器の扱いに慣れていたんだろうなんていうふうに言われているので番組スタッフがです、ね、あの海上自衛隊サイドに話を聞いていますとそもそも、えーまあ、この経歴民間聖自衛官と3年間いましたとこれだって20年前の話ですもんね。 そして海上自衛隊というのは入隊すると確かにその銃の訓練はやるとただ、それはですね拳銃ではなくて幹部になると拳銃の訓練もやるらしいんですがこういう自衛官の場合はですすねのライフルのような銃の訓練はやりますよとただ、一回やるとただそれって拳銃にしても銃にしてもですね えー、一定程度の期間ちゃんと扱っていないと、うん、すぐ、ね、扱,いになら扱えなくなるから、うん、1>, 1年に一遍程度定期的に訓練はしないと、うん、普通には使えないとそうすると今は先ほど武田さんが言われたようにです、ね、20年以上経っているわけですから、はい、まあこの自衛隊の経験は全く役に立っていないというか全く無関係のところなんだろうなと。はいはいうん でしかも銃を作る技術はこれ自衛隊では教えないですからねそんな訓練ないですからね、えーうん、銃マニアなんでしょうかどんな犯人像が浮かかんできますかやはりですね、まあ、銃武器マニアなのかなと思います。実はね私ね現場を取材した後に犯人の自宅へ、はい、あご自宅にもいらした、えー、あの爆発処理班がいたあの時ですよね。えー はいでまあ、相当騒然としているということで、でしかもですね、うん、まあ隣の駅なんですよ、<ー>犯人の自宅のもよう駅、はい、3キロぐらいという報道もありましたけど、えー、隣駅ですすぐさまですねまだ日没前だったので、えー、向かっていました、うん、えそのですね映像が撮られているので、ちょっと見ていただきたいんですが、はい、これがそうなんですね。 これちょっと非常に分かりにくいんですが、左手のですねちょっとちらっと上のあ、これがその自宅マンション、うんうん、8階建てのマンションで最上階、8階、うん、家賃3万5000円の、まあ、これはならでも非常に安い方なんですけどね、1K の住宅ということなんですが、あこれがそのフル装備のでですすねフル装備です、ね、爆発物処理班が、なかなかこれ見ないですよ、でこれは先頭、これは誘導車両です。はい、その後に今、あの後今あ 処理車両とかこれが搬送車両が出てきますが、はいはい爆発物を搬送する専用の車両。はいはい、車両ここに乗ってるんですね。ああなるほど。すごい車両ですね。見たことないですね。あのー、ですからね、これはね犯人の供述の中で元々は爆弾で殺害をする。うん ただその爆弾というのがどれぐらいの威力があるのか、うんね、あまり威力がなさそうなのでうん、うん、爆弾でのさ殺害は諦めて拳、はい、銃に切り替えたというね、うん、そういう供述をしているそれ、うん、慌てて、えー、ですから奈良県警は爆弾があるんだ<ー>ということで駆けつけるというのがこのシーンなんですよね。ですから容疑者はですね爆弾を作る知識もあったし、うんうん、要は拳銃 あるいは銃らしきものを作る、うんえー、知識ノウハウ技術があったと、うん、いうことだと思いますね。これそんな素人がそんななんかネット上のいろんな情報とかをあさって作れるもんなんですかね、うん、だからそこがね,一つ謎なんですよね非常に単純な構造とはいえ、うん、ただしね、えー、奈良県内の一流の高校を卒業して、はい、で実は、えーあのー、京都のです、ね、一流地帯の工学部に 所属していたこともあって、はい、まあ、中退なんですけどね。はい、だから、そういった意味で言うとですね。はい、まあ、その辺の技術のノウハウなのかとは言ってもね。うん、その流れで、まさか爆弾検事を作れませんからね。ねなんか、あの、学生のこと、時は、あの、図が工作が得意だった。っていうね、<laughs> ねそんな情報もありましたけれども、で <laughs>、ね、そんな、あの、山上容疑者は、まあ、このね、自衛隊にいた時はもう。二十年ぐらい前の話ですけれども。最近の暮らしぶりっていうのは、どんな。 感じだったちょっと見ていただきたいんですがこれ、まあ、自衛官の後です、ねまあいろんな職を転々するんですよ家電量販店なんかに勤めたことがあってですねうん、うん、その時は結構な年収を得ていたようですがここ最近でいうと2020年10月から人材派遣会社に登録し フォークリフトで荷物を運ぶ業務を担当していたんですが、うん、あの職場でいろいろトラブルを起こして結果的に2022年5月15日に勤務先を、えー、退職をする以降ですね、うん、無職だったということなんですけれどもどまあその間に、ですね、まあ、言ってみれば、まあ、言ってみるその殺害計画を練り、うん、それをどう実行に移していったらいいのかというね、うんうん とところを考えて、その銃器の最終的なその政策に入って、うんで、先ほど申し上げたように、これ、簡単に当たりませんからねで、しかも信頼性ありませんから、はい、あの山中などで、山の中などで、その死者なんかを繰り返していたんではないかなと、うん、でさっき武田さん、弓ミも言われたように、うん、あのやっぱりこれ、銃器、横手の銃器マニアでなければ、爆、うん、弾作ったりね、銃作ったりで、それを試し撃ちするなんていうところには行き着かなかったんではないかなと。はいはい 思いますね。はい。とするとですね、これなんでそんなことをしたんだろうなとやっぱり一番この都度の詰まりあのわからないというかそこら辺はどうなんですかね。そうですね。はい、今言われたというね言われたことに関して言うと動機の部分ですよね。はい、容疑者の動機、うん、これが実は最大の謎なんです。最大の謎はうですよね。はい、です。えー、はい。 やっぱりこの、ね、一応、供述の上では、まあ、政治信条に対する恨みではないんだと、うんえー、いうことを言っているようなんですけどまだ、ね、その裏取りもまだ全然取れていないところだと思うんですけどもはい、はい、そうですねこの動機、とおそらく一番の謎だと思いますけど、はい、須田さんの見立てをぜひお願いいたしますですからこれはねそのこれも供述ベースですからすべ、はい、て奈良県警経由の話なんですけれどが記者会けでの話なんですが。 えー、ある、ね、宗教団体に家庭をめちゃくちゃにされたということなんですね。この宗教団体はっきり言って統一教会なんですけれどももともと奈良においてはだいぶ資産家の。 えー、あの家に生まれるんですねおじいさんが、えー、建設会社の社長をやっておられていて、うん、でその孫として生まれてくると、うん、でお兄さんがいて妹がいるという3人兄弟ということなんですが、はい、まず最初その建設会社経営していたおじいさんが亡くなれる、うん、直後にお父さんが亡くなられて母子家庭になるんですよ。うん、でその中で、えー、なぜか、えー、お母さんこれはね あの私がちょっと奈良市内で取材をしたところによるとですね、近所の人に話を聞いたところによると、まあその統一教会の勧誘を受けたことがあるっていう近所の方がいらっしゃったので、まあお母さんがそこに入信されてたんだろうなということがわかりますで加えてその宗教団体のそれはの容疑者のお母さんから勧誘を受けたって方って方がいらっしゃったんです,、ねれんんですね、これはもう決定的な感じですね。そうですね。 あのですから、そういった意味で言うと、統一教会にお母さんが入信していたことはこれ間違いない。さすが取材するユーチューバーです。で、そそれで、そのまあ高額な寄付なんかを繰り返していて。で、まあ、その立派なご自宅だったんですが、それを売却するしかも、えー。お母さん自己破産もするんです。で、それを言ったね、ね家庭内の状況がめちゃくちゃになったものですから、うん、お兄さんが自殺をされましたね。ね自殺、お兄様が。お兄さん。 はあ、そうですかで。妹もその家を出て行って、ね、連絡が取れなくなった。<ー>で、まあ、本人も家を出たという状況で、<ー>先ほど申し上げたように、えー。その統一教会に家庭をめちゃくちゃされたというですね。うん、あの、まあ、恨みがあって、それが動機の一体になっていったようですね。その、えー、っと、ちょっと時系列なんですけども、うん、その。お母さんの自己破産、その。 統一教会が原因で家がめちゃくちゃになったとっいうのは何年ぐらい前のことだと思われますかえっと、ね、これは随分前の えー、話のようですねなんか普通だとそういうふうになって、ええ、その場で恨みを持ってそう遠くない時期になんかあの反抗するなら分かるんですけどもなんかだいぶ時間が経っているとなると何か別の要素があるんじゃないか別の動機があるんじゃないかということもちょっと考えたりしますけど、うん、その辺なんかどんどん恨みを募らせていくような流れがあったんでしょうかね。いやですからね。そのねまあ、まささにあの武田さん あの鋭いところをついてきたんですけれども要するにようやくですね供述がいろいろとこう出てきてねおそらく、えー、警察の取り調べに対していろいろな供述をしているんでしょう、うんうん、それが、えー、時間の経過とともにこっちへ出てきているんですがその供述が本当に正しいのかどうなのか、うん、警察もある種こう裏取りをしていくという作業がありますから要するに全容についてまだ語り尽くしてないんだろうと思うんですね。昨日の話ですから そういった点で言うとですね、まだ分かっていない、ね、うん、謎な部分が。私はあるんだろうなと思いますね。うん、なんか、あの、自己破産だか、お母さんがその入信してみたいなことは。ちょうど自衛隊に入るか、入らないか、そ,ね、そこら辺の頃の出来事だというのは、ちらっと聞いたんですけど。ね、そうするともう、二十年近く前の話っていうことですよね。うねもう二十年、ま、もう前の出来事の恨み、つらみっていうのは、もう。 ね、普通に社会人生活してたら徐々にこう忘れたりとかしてもよさそうですけども、うん、まあそこがなぜ今20年前のお言を恨みで実行するのかあとそれがなぜ安倍総理に向かうのか、うん、ここがですねなぜ安倍さんなんだっていうのはやっぱり非常に。 あの疑問に思うところなんですけどねこれは、ね、こういう供述をしているようですね、よ、え、う、ー、ですというのは供述調書を見てないし、当人から裏を、山上容疑者から裏をと付けを取ってないので、すべ、うんえー、て、えーね、これは県警ベースの話を、はい、元にです、ね、話をさせていただきたいんですが、はいあのー、こういう形方をしているそうですね、あのー、要はその、うん、統一教会のトップを狙おうと思ったんだけれども、うんうん、それが相当難しいと。うん そこでその統一教会と,しかしというか近い関係にあるそれで安倍さんを狙ったんだという言い方をしているんだけどそこに、ね、やっぱり、ね、あの別の,その警察関係者の人と話をしていると飛躍ね。 いききなりそこに行くかがお母さんが破産してその教団を恨むとこまではなんとなくね,ねイメージはできるんですけいうのもここ、まあ、そこまでもなんとなくわかるんですけどもそうですねそこから先は飛躍ですよね,ねこれはどう理解したらいいんでしょうか、ねうん、だから本当にねあのー、その家庭崩壊のことが理由なのか原因なのか、うん、ね まあ,そこにある種の,この宗教性の絡みがあるにせよです、ね、もっともっとなんか違う原因、うん、要因があるのではないかな,なということがこ,これ、結局そのずっと狙われていたということなんです前日には岡山に来てたって話ありましたけども何年も安倍総理を狙っていたんだけどもということなんですか。そ,<た>それも でもこれ武器作ったのはここ23か月ぐらい前だという供述もしているようなんですけども、ね、ですからそれを時系列で考えるとね、はい、今年の5月にその派遣で行ってたフォークリフトの操作をする会社をやめますよねその作業をやめるあと無職なんですよ、はい、あでその間にもの、えー、を作ったりとか作業を進めていったっていう感じでしょうかうすねらそると、ねはい えー、でしかもですね、うんうん、やっぱりこのもう一つね、こういうふうに言えますよね。うんうん、やっぱりこの選挙期間中というのは、その要人がその身近にやってくる、うんはい、あるいは何かこうテロだとか、えー、なんなんだかのその行為をするにあたってはですね、うんうん、容易にやりやすい場所一置に行く。はい、だからそれはソフトプ ね、ターゲットって、はいいうううふに言じゃないですかつまりこの選挙期間中っていうのは非常に大きな狙い目なんですよ。加えて今が選挙期間中というのはこれ衆議院選挙と違ってですね、うん、あのきちんきちんと3年ごとのインターバルが行われている選挙ですし、うん、一体どのあたりが、えー、公示日になってねそして投開票日になるかっていうのはなんとなく分かるスケジュール感が分かるそうするとそれに合わせたかのように、うん、私がどうしても退職したように。 見えてしまうんですよ。そうですね。なんかここ最後一ヶ月ぐらいは有給消化かなんかあったみたいですから、ええ、実質上は五月まるまる六月まるまる二ヶ月以上あったわけですよね。ええ、なるほど。でもそれにしてもなぜ安倍さんをっていうなんかそのね、うん、えっと宗教団体をと関係があるっていうことですけれども、ええ、そんな深い関係があるんですかね。 だから一応、報道ベースではねビデオメッセージを入れたりとかというのはあ,のありましたけども、ね、その程度なんだとしたらなんでそこまで恨むのかなというのも分からないんですが、うん、そうなんですよねだからそこをねやっぱり解明していく必要があるのかなと私は思いますよね。ですから、ね、そこの部分ってどうでしょうねあえて気は踏み込んで言いますけれども果たして本当にね えー、単独犯だったのか<ー>それとも何かこう協力者的なものがいたのかどうなのか、うん、実はねそのあたりもね確かに、うんえー、これまでの流れを見てみると、うん、単独犯である可能性が極めて高いんだけども、うん、本当にそうなのかどうなのか。あと一応供述の上ではねその個人的な恨みということになってますけども、ね、じゃあその政治的な何か犯行が。 政治的な,なんか不満みたいなものによって行われた犯行という可能性はないんですかねあの政治的なというより構造的な不満はあったみたいですね、<ー>その自分の家庭をめちゃくちゃにした統一教会がね、うん、なぜ今まで放置されてるのかあそれが国に対する不満という形になっていった、えーえー、そうするとそこで浮かび上がってくるのがその上に、えーまあ、教団との関係性があるということで安倍さんが亡くな、はい、ったという。 そうするとちょっと飛躍は少しあの趣向としては一つ入りますからねただね綿密な計画を、はい、これだけの計画緻密な計画性を持っていてですよはい、はい、そこのところってなんかすごくずさんというかそうです、ね、いきなり安倍さんというのはねはい、はい、だからそこのところっていうのはやっぱり一つね 大きな私、ね、今後の捜査、うん、真相の究明という点では動機の解明というのが大きなポイントになってくるし今日はこの3つの謎というのを挙げさせていただいたんですがどううでしょうねもう1点、えー、言うとです、ね、その動機のことに関連して言うと非常に経済的には厳しい状況にあったはずなんだけども、うん、この間の生活ってどうやって支えられていたのかなあはははとすると。 雇用保険が出るかどうかってこともちょっとありますけどもね。そうですね。失業保険ですかね。はい、あし、失業保険ですよね。まあ、とはいえ、まあ、二か月かそこら辺しか続かないですから。ね、でも、本人もなんか就職活動をしているような、あの、情報も特にないですから。うん、もう、なんかもう、もう、反抗した上で、もう、刑務所に入るんだっていう。覚悟であれば、就職活動はしないですよね。でも、逆にそうでないならば、就職活動はするはずですから。ね、ええー。 だからそこら辺もどうなのかなと思いますよね。あとちょっと気になるのがなんかこの急遽この演説の場所が変わったんですよね。ええ、ここら辺ね、それもしかしたら警備に手薄なことがあるんじゃないかという話もありましたけども、あのー、そこら辺がやっぱ運命のいたずらと言いますか、えー、この日この日に向かってですね、なんかいろんなものが。 こう合わさってきてしまったようなものを感じるんですけどもだからこそ余計悔しいと言いますか安倍さんあそこで死ぬ必要なかったですしです本当にですねこの納得できないと言いますか。 えー、もう何て言いますか「もうそのタイタニック」の沈没じゃないですけどあそこでもしこれがなければと、うん、ここでもしこれがなければといっぱいあるので、うん、もう本当にこう安倍さんがあそこで、ね、教団に倒れるためにいろんなものがこう動いているかのような,、ね、なんかそんなような。 あのー、怖さを、ね、感じましたね、うん、だからあの瞬間車が途切れたこともひょっとしたらはい、はい、あれもしずっと車が流れてたら、うん、あ今日できないかなっていうふうになってたかもしれないわけですよね。うんうん ちょっと気になるのがその供述の上で意味不明なことをべらべらしゃべっていうこういう報道もあるんですけれどもはい、はい、そうなるといよいよ精神的に病んでとか、うん、精神疾患もしくはあのこの責任能力があるかないかというと、ね、ころにも問題が及ぶ可能性がありますよね、うん、その辺はいかかかがですかいやだからね。 あのすごくでこう聞いてると辻褄が合っているところと、うん、だってこれだけ緻密な計画を立てて実力を実行する、うんうん、ただ、どうですかね普通の人間だったら、ね、その逮捕された瞬間というのはものすごく取り乱すこともなく興奮、はい、することもなく<ー>冷静だったというふうにそういう点でいうとかなり確信犯という、ねはいはい、ところその確信性とその恨みでどうなんですかね。うんうん なんかね、自分が物事武田さんなんかどう思うのかなじゃあ僕が例えば殴られました、うん、あるいはなんかこう経済的な被害を被、ねうん、りました、うん、その被った相手には、うん、ものすごい憎悪みたいなのが向かうかもしれないけれどもなんかそれにと仲のいい人についてはそんなに向かうかなっていう仮に仲がいいとしてい相手 が全てですよね、うん、その取り巻きとか援助してるとか、ね、そこにはあんま向かないですよね、うん、で向かないにもかかわらずここまで執着、うん、粘着してねはい、はい、つけ回し、はい、それで十分な入念な順位をしというところでそれにしちゃなんかその繰り返しの動機があまりにも甘い、うん、です、ねね、じゃあまあこれまで明かされていない真の動機みたいなものがもしかしたらあぶり出されてくるかもしれない。 えそれがどうですかね、われわれのジャーナリズムの役割なの、もちろん、ね、警察の、えー、真相究明というか捜査も、えー、期待したいところなんですけれども、はいはい、さあところで、すね今、武田さんにみじくも言っていただいたようにね、ね、うん、あれがこうだったら、これがこうだったら、ね、事件は起こってなかったんではないかという言われ方をしましたけれども、うん、まあ、 どうですかね、安倍さんの気持ちとしてやっぱりまだまだやり残したことがたくさんあったなっていういそういう気持ちですかね。それは無念だったと思いますよ。あの今ね総理が終わったとはいえ、自民党の最大派閥の長ですよね。うんえー、でまああの総理大臣現職の総理大臣とはまた違った形であの自民党の うん、政治日本の政治に強い影響を、えー、与え続けられるそういう存在になっていましたししかもまだ、あのー、最長の、ね、在任記録って言ったってまだまだですね、あのー、若いですよこれだけの経験を持った人でまだ70いってないわけですから。はいうん それはもうこれからですねあの憲法改正の課題とか防衛費増額とかですもう確実に安倍さんの存在っていうのはですね大きな意味を持ったはずですのでですのでまあ 志半ばでまさにこの北朝鮮のねあの拉致被害者の問題もそうですし憲法改正もそうですしまだ志半ばの、えー、大きな課題が残ってますので、えー、それに対してここでですね教団に倒れるっていうこのね無念な気持ちが、うん、あのいくばくかと思うとですねもう本当にあの想像を絶するものがあるのかなと思いますね。うん、すねいいかかがですか須田さんは、はい、いやー これでも経済でも、まあ、だから今後の、ね、経費・経済対策特に積極財政派と緊縮財政派が大きく全面衝突している中で、うん、やっぱり積極財政派のです、ねうん、旗頭や支柱であった人物をこれ書いたこれ経済的にも財政的にもです、ね、これから大きな影響が出てくるだろうなというのが1点もう1つやっぱり憲法改正。これから、ね、臨時国会以降の 秋の、ね、国会以降の展開というとやっぱり憲法審査会はどういう形で進展していくのかと、うん、いうのが非常にこう大きく注目を集めるところ、うん、でやっぱりそのリーダー役というのが安倍さんだったはずなんですよ。よ、はいね、これもどういうい影響を及ぼすのか、うん これどうなんですかね。もう私とか武田さん生きてないかもしれないけど、五年後、五十年後、百年後、五年後生きてない本当に怖いですね。<笑><笑>いやでも本当そうです。五年後,年後振り返ってみたときに、はいそうです。まず五年後でいうと、ええ、だってこんな密造銃、密蔵銃が簡単に作れるって話になったら、うん、みんなもう入手できちゃうって話で、いよいよ暗殺とか模倣犯が増えるかもしれませんから、ええ、私もそうですけど須田さんもね、新聞ぜひ気を付けていただきたいなと思いますし、五年前来てあるかな。えでも本当そのレベルだと思います。 50年後、100年後って考えたときにです、ね、今、世界がこれだけ激動の時代ですので、やっぱり日米関係どうするんだと、うん、で中国の脅威、どう対処するのかっていうのは、今、日本がどう振る舞うか、もしくはどういう国とどういう連携をするか、もうこれによって、50年後、100年後の日本は、もう全く違うものになると思うんですよね。ですから、それをやっぱり安倍さんが最大派閥の長として、後見、うん、人として見ながら進んでいくのと、たが外れてです、ね、もう自民党なんかもう本当に軍用割拠になるか この清和会だってもう空中分解すするる可能性もあると思うんでっぱそれは安倍さんが重しとなってですね抑えられる可能性があったものが本当に自民党の政治もどこに行くやらというちょっとそういう不安な気持ちがありますので、うん、ですからこの安倍なき自民党もしくは安倍なき日本が今後どの方向にどういうふうに向かっていけるのか、えー、ここを間違えてしまうと日本の未来はもうなくなってしまうなという ですから今、ですからまあジャーナリズムの一翼を担っている我々とかえがどう,どういうふうにですね情報発信するかということも本当に今重要な局面に差し掛かっているなというふうに思います、うん、もしかすると100年後、ねはい、あの我々は日本の歴史を中国語だけでしか読,めない読むことはできないというね、はいはい、そんなことだとあり得る得ますよ。 もう中国から攻められてですね、まともに対応できなければ、もう本当に国家が滅び、えー、もう完全にもう香港がそうであったようにですね、すねはい、もう日本語なんてものはもう残らないでしょうし、えー、中国語でしか日本の歴史を学べない、恐ろしいですね。うん、まあ今その岐路に立たされていると思います。はいまあ、いずれにしましてもですね、まあ今日は。 えー、番組内容を変更して安倍元総理の功績と、えー、今回の事件について振り返ってまいりました。はい、とはいえねまだね本当にね心の整理とか頭の整理も含めてついてないんですけれどもまあ、ねまあ、とはいえ 始める前にも若干整理できたかなと思うんですが、高橋さんどうですか。いや本当にありがとうございました。あの須田さんがね撮影してきた映像とか、も、ま、う、あ、いろんなねほら地上波でいろいろ分析してますけども、須田さんの撮ってきた犯人目線のこの映像っていうのが一番わかりやすかった。うん、ありがとうございます。相当手はブレてましたけども。ブレ,ブレブレです。でも一番わかりやすい映像をね、はい、撮ってくださったなと思いましてそこの犯人目線の犯人にあんまり重きを置かなくていいですからね。あそうですね。はい。いやでもすごいあの勉強になったとか言います、ね。 言いますか。やっぱ考えをね、はい、あの場面を想像するのにすごいわかりやすいビデオねだったと思いますのでありがとうございます。はい。安倍元総理のご冥福を心からお祈りします。それでは本日はこのあたりでありがとうございました。ありがとうございました。